それではこのサーキット周りのメンテナンスをしていこうかなと思います。今回はこのタップのポット3つと、あとジャックを交換していこうかなと思います。すでにもうここのジャックがですね、結構状態が悪くって、動画では分かりづらいかもしれないんですけども、ここのポットとかも回らなくなっちゃってるんですよ、こうジャックしちゃって。なんで、まあ、せっかくなんで、ジャックもポットも全部交換していきたいなと思います。でもちろん、ハンダを使う作業になりますので、ハンダの作業に慣れない方は、やけどとかに十分気をつけて、作業を進めてみてください。あると便利なものとしては、その吸い取り線とか、サッカー、こういうハンダを吸い取るやつですね、があるとすごく便利なんですけど、別にこういうのがなくても大丈夫です。僕はいつもこの何かしらのお皿に、キッチンペーパーを湿らしたものを敷いておいて、まあ、こんな感じでハンダコテを洗いながらハンダ作業していくような感じです。まあ、人それぞれいろんなやり方があると思いますが、まあ、こんなやり方もあると、一つ参考にしていただけますと幸いです。とりあえず開けます。開きました。こんな感じの配線になっております。このサーキットに詳しい方でしたら、もう別にそのままこうバシバシとハンダを外していってしまっていいんですけれども、あんまりこういうサーキットに詳しくない方は、それぞれ外す前にノートを撮ったりとか、写真を撮ったりとかするといいと思います。まあ、最終的にこれと全く同じ配列にするので、まあ、どんな配列になってたかをちゃんと記録していくということです。ノートを撮ってもいいし、普通にこうスマートフォンとかで。全体的な写真を撮っていく感じでもいいですし、まあ、この辺はお好きにやってみてください。僕は結構写真を撮ることが多いです。で、まあ、ある程度記録をできたら、このプレートからポットとジャックを外していきます。この表の六角ナットを外せば、もうそのまま外れるので、まあ、モンキーレンチとか、こういうソケットレンチとか、ソケットレンチ。とかを使って外していきましょう。よいしょ。こんな感じで、ナットとジャックが外れました。で、まあ、これと全く同じ付け方をしていくんですけれども、まあ、このまま現物を見ながらやっていきたいよという方、もしくはその、あまりこういう作業に慣れない方は、ちょっとこうマスキングテープをつけておいて、まあ、このポットがどこのポットなのかなんていうメモをしておくと。良いかと思います。これが上にあったポット、これが真ん中にあったポット、であともう一つは下にあったポットという感じで、そんな作業も良いんじゃないでしょうかということです。で、まあ、いろんなやり方があると思うんですけれども、僕の場合はとりあえずこのポットをもうこっちに取り付けてしまいます。でスカットのポットの場合は、ここにこの新品ですよみたいな、印のような爪が出ておりますので、この部分を、先に折っておきます。どう見えますでしょうか、ここの爪の部分。これをピキッとね、忘れないうちに折っておきます。で、ナットを外して、それぞれこう取り付けておくという感じです。あれ？逆だ。で、こう取り付けてみると、プレートからポットが出過ぎやがなっていう時が多々あるので、出過ぎたと思った場合は、ワッシャーを詰めて、スペーサーっていうんですかね、まあ、そんなものを詰めて、高さを調節していきましょう。この元からついてたポットから、拝借をして、取り付けて、で、まあ、でもしこれでうまく取り付けができるか心配ないようでしたら、一回このノブをつけてみて、まあ、ちょうどいい高さかななんてことを確認しておいてから作業すると一安心って感じですね。この高さですごく良い感じです。残りのポットも取り付けていこうかなと思います。うん、こんな感じで、ジャックとポットの取り付けができました。で、ここからハンダ付けの作業をスタートさせていきます。
ず、さっき写真を撮った通りに、ノートを撮った通りに、取り付けをしていきましょう。でまあ、ハンダ立てに慣れてない方はちょっと難しいかもしれないんですけども、このハンダってこの、なんていうんですか、その必要な量をさっさと流し込んで、こう必要なところをさっさとつなげないと、この槍が飛んでって、すごいこう艶がなくなってしまうんですよ。まあ、艶がなくなっても、まあ、その伝統性とかには大して影響はないんですけれども、まあ、できるだけ綺麗なハンダの方が、その断線とかそういった不具合、もしくはそのポットの故障といったものがなくなるので、できるだけ手早く、ハンダ付けをしていくように心がけてみましょう。もうここにつけると決めたら、さっさと必要な分伸ばして、で、この必要なケーブルをさっさとつける。で、固まったら、OK という感じですね。で、背中に、このポットの背にアースとかつける場合は、もう先にこちら側にある程度ハンダを流し込んでから、つける作業をしていかないと、まあ、うまく乗っからないです。ある程度この背中にハンダを流し込んだら、このアースの部分をハンダの中に埋め込ませて、で、あ、ちょっと失敗。固まるまでキープして、固まったら OK という感じです。とりあえず完成という感じです。で、一度これでそのアンプにつなげて導通のテストをしてみて、それで正常に動作をしていれば OK という感じです。普通にそのアンプにジャックを挿して、まあ、それぞれこうピックアップが正しく動作しているかをチェックしていくわけなんですが、まあ、例えばそのリアのピックアップを最大にして、ちょっとドライバーとか当ててみて音が出るかを確認して、で、絞ってフロントにしてみて、またこう触ってみて音が出るか確認。で、トーンもちゃんと効いてるかどうかを確認という感じです。チェックをしていきます。よいしょ。よいしょ。残念なことに、全く音が出ませんでした。何か致命的なミスをしている気がします。全く音が出ないのはちょっとおかしいので、何か致命的なミスをしているはずなんですけども、ここです。アースとホットをここで逆に僕は取り付けてますね。
致命的なミス発見です。ジャック部分のプラスとマイナスを全く逆に取り付けてます。こりゃ、音は出ねえ。致命的なミス解消です。これでまたテストをしていきます。いや。いや、致命的なミスが解消でございます。正常に動作しておりますので、これでサーキットは OK という感じです。ハンダ付けの作業はとりあえずこれにて終了でございます。おっす。これで完成でございます。サーキット周りとメンテナンスはこれにて終了。次は現行調整をしていこうかなと思います。それではまた次回の動画でさようなら。